ヨハン・ニコラウス・フォルケルは、ドイツの音楽家、音楽学者、音楽理論家。フォルケルはコーブルクのメーダーに生まれた。靴の修理職人の息子であった、彼は、早くから音楽教育、特に鍵盤楽器演奏の指導を、地元のカントルだったヨハン・ハインリヒ・シュルテジウスから受けた。その他の音楽学習、特に理論面については独学だった。10代の頃は、 リューネブルクで歌手として活動する一方、ゲッティンゲン大学で2年間法学の勉強に、勤しんだ。フォルケルは、その後50年以上にわたって、大学との関わりを保ち続け、音楽理論講師、オルガニスト、鍵盤楽器指導者などの様々な役職を歴任し、ついに大学の音楽科の学科長にまで上り詰めた。1787年には、大学から、 哲学の名誉博士号を授与されている。フォルケルは、しばしば歴史的音楽学の始祖とみなされるが、それは、音楽の歴史と理論に関する研究が、厳格な学問的基準に基づく学問分野として、確立されるのにあたって、彼の貢献があったからである。フォルケルはバッハを熱烈に信奉しており、バッハの音楽を世に知らしめるため様々な取り組みを、行った。また、 彼は1802年に初となるバッハの電気を記している。当時はまだバッハの息子のカール・フィリップ・エマヌエルやビルヘルム・フリーデマンと直接書簡をやり取りすることができ、さもなければ失われていたである多くの貴重な情報を得た上で書かれた電気は今日では特別な価値を有するものである。貴重な書籍も安価に手に入った時代にホルケルが 注意と眼識を持って収集したコレクションは、ベルリン州立図書館と、王立協会音楽研究所の図書館の価値ある蔵書となっている。フォルケルは、ゲッティンゲンに没した。三つ目は、フォルケルの作品でも、最も重要なものである。また、彼は、価値ある情報が満載された、ディクショナリー・オブ・ムシカル・リテラチアも表している。音楽作品に関しては、 数こそ膨大であるものの今日ではあまり関心を持たれていない。しかしながら、ホルケルはイングランドの国家をもとにクラビコードのための変奏曲を作曲しており、これに関してゲオルク・ヨーゼフ・フォーグラーが鋭い批評を行っていることは注目に値する。それらは彼が書かねばならないと考えた変奏曲とともに1793年のフランクフェルトで発表された。 ありがとうございます。